からロープが垂れてねえか。上の方からロープが垂れてねえか。上の方からロープが垂れてねえか。
早いな。これはまたどっか崩れりゃ真っ逆さまだな。目に焼き付けておこうぜ。神羅のど真ん中に行くのかと思うと燃えてくるぜ。燃え尽きるなよ。心配すんな。この気持ちは尽きねえよ。邪魔はさせない。そこだ。そっちは任せる。俺の見せ場だ。どうよ。邪魔だ。狙うぜ。そうだ。わがまま。止めた。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。
戻ってきやがった。もう戻れねえな。進めるなら問題ない。狙うぜ。期待してるぜ。
クラウド。また店やろうぜ。手伝ってくれる？安くないぞ。待ってました。どうよ、行けんだろ。よし、やっちゃう。こっちか。確実に。
係しよう。おう、任しとけ。派手に散らすぜ。期待してるぜ。やめろ。
終わらせる。はい、うん、満点だったな。うん、さ、もう一息。こっからだな。準備運動は終わりだ。
よし、止まれ。大歓迎じゃねえか。こうしてみると絶望的な気持ちになるね。絶望は力だ。時にはな。まだ温存しておけ。で、どうすんだ。派手な正面突破が絵になるぜ。あんた何しに来てるんだ。あ、裏へ回ろう。この先に駐車場の入り口がある。警戒態勢だよね。光栄だぜ。俺たち以外にも敵がいるんだ。アバランチの本体、あるいはウータキ。ウータイとは休戦中だろうが。休みはいつか終わる。エアリスの救出だ。余計な騒動は避ける。うまく立ち回れ。待ってるよ。ただな、俺の中で真っ赤に燃えてるこの半神羅の炎をどうしてくれようかって話だ。ボムだって我慢する。外はどうだった？そっちは？異常なし。問題ない。了解。よし、行っていいぞ。こっちは任せる。おう、任しとけ。邪魔だ。
待ってました。
過ぎた。おう、任せとけ。この野郎。逃がさねえぞ。頼りにしてる。はい、ここからだよ。ここで仕掛ける。まだ終われない。止めた。誰もいねえな。ああ。エアリスの居場所、見当はついてるの？おそらく科学部門の研究施設だ。どこにあんだよ。多分上の方。ずっと上だ。確認しようか。受付でわかるかな。綺麗な建物。ムカつくぜ。ピカピカの壁、いつか粉々にして。明日以降で頼む。触らない方がいいよね。す、生意気な。とにかく上へ向かおう。で、どうやって上がる？この先にエレベーターと非常階段がある。研究施設はすんげえ上にあるんだろう。エレベーターに一票。Thank you.
鍵がねえと上がれねえってわけか。このビルの鍵はカード型みたい。カードキーならどこかで見たな。受付か。だがどうする？上から行けないかな。ほら、あの照明を伝っていけば届くかも。無理だろう。私がやってみる。この中なら私が一番身軽でしょ。二人は見張りをお願い。じゃあ行ってくるね。気をつけろよ。任せて。
腕力勝負？やってみるしかない。頑張ろう。もうちょっとかな。あそこまで行けば。仕上げのジャンプ、見ててね。やったじゃねえか。あ、これでセキュリティを解除できるかも。え？うまくいったな。ん？何もしてないけど。まあいいじゃねえか。ティバ、研究施設が何階にあるか調べられねえか。ちょっと待ってね。北条博士の研究施設65階だね。エレベーターか階段で59階のスカイフロアまでは上がれるみたいだけど、そこから上はそのスカイフロアの受付で手続きしないとダメみたい。ひとまず59階だな。
正面突破よりは人目につかない。そりゃそうかもしんねえけどよ。たった59回だ。そうだね。レースじゃねえからな。煽るなよ。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。着いた頃には俺たちもヘロヘロだしな。ペース配分を考えながら行こう。そろそろ休憩にしねえ。バレット、俺のせいにしてやめてもいいぜ。無理なら正直に言え。無理じゃねえよ。もうはい、二人とも黙って。じゃれ合っても階段は減らないよ。ティファ、俺は講義なら上で聞きます。おい待てよ。研究や開発はずっと上の階だろ。ああ、その通りだ。何の黒石キクラウド、バレットお願いね。ああ。え、聞こえないよ。バレットは任せてくれ。疲れたか。うん、さすがに。でももう大丈夫。よし、だったら行こうぜ。元気だね。休んじまったら一歩も進めねえ気がしてよ。それは大変。さあ行こう。
つこの階段いつまで続くんだ。さあ階段に聞いて。階段が答えるはずないだろう。ないぜ。その答えはないぜ。冗談のつもりだった。死後禁止にする。このルートはかったるいけどよ、戦闘がないだけマシだな。やめろ。うん、やめて。なんで。最近ないなって気づいてしまうと怒る。ああ、面倒事は大抵そうだな。おっと、どうすべ。ああ、黙って祈れ。本番はここからだ。よし、行こう。70、80、90、100、110。魔法濃度の過飽和を確認。冷却用マテリアによる法令を開始。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔法濃度、マテリア構造ともに安定しています。
核マテリアの質量増加を確認。検出行くわよ。規定値を大幅に超え、なおも増殖中。弱気内の至る所で結晶化を確認。暴走しています。ダメです、このままでは。お片付けよろしく。はスカイフロアね、名前通り洒落てんじゃねえか。行くぞ。ここに来た奴らはこの夜景を見て、綺麗だ絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を、命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん、俺も一瞬うっかり感動しちまった。に更新機がございますので、そちらでカードキーを更新していただきますと、次のフロアをご利用になれる仕組みとなっております。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくまでお楽しみください。たく、めんどくせえな。ちょっと変じゃなかった？うまくいきすぎている。やっぱりそう思う？罠？それならそれでいいさ、帰り討ちにしてやる。にしてもカードキーばっかりだな。神羅の中枢だ、仕方がない。出たな元神羅、でかい組織のやつほど。仕方がない、仕方がない。すべてのマコーロと支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、すべてです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか？すまない。こちら7番街の被害報告書になります。少し休まれた方が。いや、会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも、街を落とすなんて
正気の沙汰ではないな。統括会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。今度は何だ。こちらメモリアルフロアでは、プレステントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔鋼都市ミッドガルと魔鋼エネルギーについて、それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。胸焼けしそう。自分大好き野郎ってこったな。皆さん、見学ツアーお楽しみいただけてますか？プレジデントやシンラカンパニーのこと知っていただけました？プレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。散々スクラップにしてやったぜ。申し訳ございません。兵器開発部門のブースはただいまメンテナンス中です。ようこそ神羅ビルへ。科学部門がやっていることは君たちには到底理解できない。よって説明は無意味だ。心配せずとも科学は進歩している。この収録のせいで今は停滞しているがね。これ以上時間を無駄にしたくないので帰らせてもらう。では。申し訳ございません。治安維持部門のブースはただいまメンテナンス中です。ようこそ神羅ビルへ。我々都市開発部門では、皆様に日夜エネルギーを供給している魔鋼炉をはじめ、プレートや支柱、市街地や鉄道といったミッドガル全体を管理メンテナンスしております。現在はプレート上に高速道路を鋭意建設中です。こちらが完成した暁には皆様により快適な生活をお届けできるかと思います。もうしばらくお待ちいただければ幸いです。いかがでしたか？神羅カンパニーが手掛けている事業や、そこから生み出された結晶の数々、ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し、
日夜皆さんの安全をお守りしているのです。魔鋼エネルギーや魔鋼炉のこと、ミッドガルのことを全て説明しちゃいますよ。お楽しみに。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように、市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、それを我々が採掘し電力に変えて、または高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔鋼エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなり、ミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔鋼で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。俺にもそんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。地には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔鋼を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに、彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。しかしそんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、
シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔法をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔法エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。終わりか？だろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよねうひょーまだ頭がクラクラすんで、とんでもねえ映像を流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない、あの隕石なんだろう。だからそういう映像だろ。おめでとうございます。これであなたも神羅マスター、神羅の素晴らしさを広める伝道師としてご活躍いただけます。それでは続きまして、神羅カンパニーが誇ります知識の中枢62階ライブラリフロアにお進みに。なんだ、お待ちしておりましたアバランチの皆様。私ハットと申します。ドミノ市長の使いでお迎えに参りました。市長っていうのはあの神羅の言いなりドミノのことか。はい、世界一の魔皇都市ミッドガルの市長であられるドミノ様のことです。ビジュアルフロアにて異常なシステムエラーを感知しましたので、アバランチの皆様がお困りになっているのではないかと。市長が俺たちに何の用だ。それは直接お聞きください。ついてこいってことか、本当に市長がいるのかよ。
こちらです。罠だったらただじゃおかねえからな。市長がお待ちです。なんだこりゃ。おお、やっと来たか。遅かったの。わしがこの魔鋼都市ミッドガルの市長ドミノである。ずいぶんと暴れてきたようだな。の誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに、カメラに映るたびに、通報されるたびに、もみ消してやったんだ。感謝せえ。なんだ、分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおること。何？驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。だったら話は早い。うん、私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。ねえ、神羅を引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、紙をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい悔しい。ああ、わかった。あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるからな。落ち着け。深呼吸だ、深呼吸。ふん、カードキーをよこせ。無理。これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。そっからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。お困りのことがございましたら何なりとお申し付けください。協力者について何か知らないか。もちろん存じております。ただ我々も何かと大変でして、だからというわけではございませんが、多少のお心づけをいただけますと。
金取んのかよ。機密情報を漏らすとなるとそれなりのリスクを伴いますので、そうですね、1万ギルほどいただければ。高すぎだろ。またいつでもお尋ねください。まさか市長が内通者だったなんて。本家の野郎、そういうことは教えとけよな。約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて、偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とも。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。あるのは細胞まで美しかったんや。その表情懐かしいや。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃまた後で。63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど、七番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃねえか。気を抜くな。協力者を探すぞ。おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。ご覧いただけますか、プレートの七番街スラムには知り合いもいたんだ。忙しそうだね。非常事態だからな。調査を開始しています。粉塵の影響範囲ってどうなんだか少しだけホッとする。問い合わせが殺到していると報告が。オペレーター AI で対応させて。協力者を探そう。警備もいねえみたいだし一息つけそうだな。協力者は。それっぽい人に話しかけてみるしかないね。合言葉は市長。最高だね。犯人逮捕はまだか。
そっとしておいてくれ。市長。治安維持部門統括のハイデッカーさんにお越しいただいております。今回の非道卑劣極まりない事件に我々は強い憤りを覚えておる。シンラカンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない。必ずや首謀者たちを引っ捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しよう。はい、聞いているか、卑怯者のアバラッチども。いいか、逃げても無駄だからな。他のプレートは大丈夫だよな。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか。このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか。お疲れさん。今日は何にする？シチュー。シチュー？あいにくシチューはないよ。軍の人？そうか、君たちも今は大変だろう。犯人は見つかったのか？市長。ん？市長がどうかした？なんでもない。いや、当分帰れそうにない。市長。静かに、電話中だ。あれは何だ？シミュレーターだ。仮想空間で戦闘訓練ができる。そんなんで本当に強くなるのかよ。なんだあんたら、何か用か？市長。最高。話は聞いている。上へ行きたいんだろ？おうよ。カードキーを渡す前に力を試させて。あんたらが捕まったら俺たちだってただじゃ済まないんだ。当然だろ。これに挑戦してもらう。言っておくが簡単じゃないぞ。クリアできたらカードキーを渡そう。どうする、諦めるか？
が出る。落ち着いていけ。おう、手堅く行こう。あ、攻めたぞ。あんたらなら大丈夫だな。これで64階のミーティングフロアへ行ける。エレベーターも使えるぞ。あんたら一体何しようってんだ。仲間を助けに来た。シンラの研究施設に捕まってる。おお、北条博士のところか。そりゃ大変だ。あそこは関係者以外立ち入り禁止だぞ。方法は考える。北条はどこだ。そろそろ重役会議の時間だ。大会議室にプレジデントや北条、他の統括たちも勢ぞろいするはず。そんじゃ乗り込むが。プレジデントを人質に取っちまえばこっちのもんだろ。そりゃ現行犯で即拘束だな。敵の状況を知りたい。敵情視察か。まず男性用トイレに向かうといい。そこからダクトを通れば会議室を覗くことができる。わかった。クラウドさん、お待ちしてました。お忘れですか。僕はシンラカンパニー科学部門の研修生です。クラウドさんの状況は幹部限定のネットワークに侵入して把握しています。可能な限りサポートしますね。信頼度の上昇を検知。怪しまれないよう手短に行きましょう。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウド
新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。遊んでやれ。
任せる。待ってました。バランス。行けんだろ。私に任せて。よろしくね。ここからだ。今がチャンスだ。終わらせてやら。終わらせや。やHa!
お見事でした。ウータイの守り神リヴァイアさんを手なずけるとは、さすがはクラウドさん。リヴァイアさんと共に神羅を押し流してくださいね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。頼む、神羅を変えてくれ。